おお、びっくりした。1ヶ月後は何の日ですか？1ヶ月後は、あれですか、冷静な入学式ですよね。違う、なんか、何ですか？1ヶ月後ですか？これしかも花粉の時期とか違います。何ですか、1ヶ月後は？1ヶ月後は、あれですよね、春分の日ですよね。違いますよ、新言語発表の日ですよ。言語のですか？あ、言語変わりますね、歴史が。あれ、これすごいぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。4月1日に、はい、まあ、新言語発表ということで、今日はちょっと皆さんに次これだなっていう新言語を考えてもらおうと思ってます。いやー、出た。まあ、出たー出たー、やっとだよ。ちなみに今ランキング出てるんですよ、新言語これじゃないかっていうランキングが出てて、はい、こんな感じです。こんな感じですね、1位から4位まで。字汚い。あ、アン達筆って言ってくれる。リアルにアンしかわかんないそう、アンが多いんですよ。そう、アン、やっぱなんか安定のアンなのか、はい、そういう感じなんですよね。アンパイとか、ね、アンパイ、アンパイ2年みたいな。入っていきましょう、レッツパイ。僕習字ずっとやってて。何だ？障子、障子じゃなくて習字そこ間違える？読んだんです。え、本当に？これ、これ僕の平成です。はい、この平成。はい、じゃあ見せてください。年号、次の年号です。こう、ドンと、ドンとこう、小渕、小渕総理だみたいな。希望ですか？なんでかかります？わからないな。こちらも本当真面目な話なんですけど。あ、はい、聞きたい。やっぱ若い子は、はい、やっぱこう希望持ってるのかなって。ああ、うん、なるほど。希望1年とか希望2年とか希望50年とかになるってこと？ホープですよ、だから H。 あー、ホープで。あー、そっち。でも H かぶってる。かぶっちゃう。あ、ごめん、人生と。あ、でもこれだから希望 K か。あー、すごい寄り道したな。希望ね、越境っていう、やっぱり何ですか、越えていきたいと、境目を。何の境目？そうですね、やっぱり国の境目も、やっぱり戦略、世界はみんな仲良しですよ、ピース、うん、英語ですよ、ピースやると思ったよ中途半端な。ビーフに締めてもらおう。ここはバッチリ決めてください。いや、任せてくださいよ。はい、感じってこれだったよね。え、ビーフは分かろうよはい。お、早い。なんだこれ。なんか、ででん。いや、これは違いますよ。僕はちゃんと言ったじゃないですか、最初は。文字だけ見たらちゃんとふざけてるように見えるんですけど、ちゃんとわけあるんです。何、ビフト？違います、ビーフって呼びます。ビーフ元年です。でも自分勝手だ。違います。確かに自分だもんね。いや、ちゃんとわけがあって、うん、まあこれから新時代ね。まあ今までもやったじゃないですか、明治、大正、昭和、うん、平成と生きてきまして、うんうん、まあね、これからはその今まではその総理大臣とかにね、ふざけてるよ、あの上の人間にどんどんもう人間がバッと批判してたじゃないですか、うん、まあ、その上に押し付けるだけじゃなく、うん、そのもう日本みんなで協力していこうという、うん、はいね、僕のようにこうみんなもっと前向きに明るく、日本をねガツンと引っ張ってほしいなと思って。このどれかになるといいね。これになったらすごい希望。